なんか美術館みたいです。めちゃめちゃ広い。ちょっとまだ2階かな。早い早い。いや見てこれ、なんかショッピングモールの中庭みたいだよね。こっちもこっちも自分の家。近いよね。この絵めちゃめちゃ近いよ。圧迫感はない。そこまで狭くはない。こっちはあ、トイレ四角いやつだね。四角いパターン、豪邸にありがちなトイレ四角いパターンでございます。うわ、トイレの天井高っ。吹き抜けじゃないけど半吹き抜けぐらいの高さがある。そっちは何、ゲストルーム？うん、ちょっとはゲストルームだ。へえ、全然狭くないもん。見てこれ、何これ。何畳で言ったら何畳。見てこれ、うん、こっちもトイレあるよ。14畳ぐらいあるのかな、目分量で。だいたいこうなるんだ。それは置いてる家具だから家にはついてこない。前のオープンハウスでも言いましたけど、アメリカの家はドアがないのではなくて、ここはモデルルームなので全部ドアを取り外しているだけです。危ないのでね、子供がドアを閉めてしまったり挟んでしまったら危ないので。レストランみたい。すごい。超オープンキッチン。超オープンです。なあ、もう横から横まで超広い。端から端までこれ全力疾走で走れる感じです。今私は端っこにいませんよ。まだどんどん後ろ行ける。もっともっと後ろ行ける。ここが端っこで。あっちの端っこまで3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、23歩はありました。これはモデルルームっていうか、もう見せるために作ってらっしゃるので、普通にここで家を買ったら、ここはもう野原で自分でプールとか作んなきゃいけない感じですね。なんか本当美術館みたいなんですよね。美術館から見える中庭みたいな、すごいな。景色がいいこと、すごいね。ここは高台にあるので眺めがいいです。綺麗。これスーパーマリオのゲームみたいだね。ここポンポンピョンして行った、行かないで、落ちたら困るから行かないで、落ちたら困るから。大丈夫だからね、安心しな。オッケー、見せるからかっこいいの。いい、見せないでいい。いいから。かっこいい。はい、あ、ちょっと開けてみて。そんな感じ。すごいよね、収納が。冷蔵庫水入ってるよ。もう届かない。かっこいいね、これ。はい、まずは。こっち、こっち、こっち。いや、見て見て見て。メインベッドルーム。待って、部屋全体映したい。ここはマスターベッドルーム。ここがオフィススペースになってた。ちょっと気をつけてね。待ってね、こっちのさバスルームすごい大きいんだけど。大きい大きいよ。ああ。うわ、綺麗。これ一軒家建つよ。この土地、このお風呂のとこだけで一軒家建っちゃうぐらいの広さがあるよ。すごいね、この配置。ど真ん中にバスタブの、両端に洗面台の、シャワーの。なんかすごい面白くない、この配置。あ、ノノ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 ノ、ダメ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 。クローゼット広。うわ、なんでこんなお洋服とかついてるの。クローゼット広。これ取れないようになってる。盗む人中にはいるかもしれないね、ここに置いてたらね。こんなんどうやって飛んだ。あ、こういうやつ好き、いくよ、うん、あ、そう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 、これ、あ、危ない危ない。どういうやつ。押してごらん。こ
うん、そこは違う、そこじゃない。そう、そこ押さないと。なんかこのカメラの中変な感じでこうやって歩いたら、もこもこしてね。なんか日本人としてはこういうマットを靴で踏むのちょっとなんか嫌だよね。汚くなりそうで。で、いや、ここはオープンハウスだから。うん、こっち行ってないね。ここは踊り場っていうのかな、階段上に上がったとこにあるオープンスペース。うん、こっちにもあるんだ、バルコニー的なものが。あら、いいね。あ、すごいの向かい。さっきそこでもらった飴食べたからこんなんなっちゃった。ママ、さて、さあどこにいるでしょうか。あれ、ここじゃない、絶対ここは見ない。いらよ、ほんとに。出てきた。マジでしょ。じゃあ上に案内してもらいましょう。ママの編集のところ。ママの編集部屋。そんなのある？わあ、すごい。こんなとこで編集していいの？ここにこっちに座ってしたら、うんうんうん、隣のがさ、うん、アットホームだけど、こっちの方がちょっと豪華さあるよね。黒が多いから、うん、ちょっとシックな感じ。はい、次上。ママとパパの部屋はここ。ね、同じ。ママ、クロージの部屋見せてあげる。ここは、ね、まだ男の部屋を決めた。違う、彼の部屋だから。こういう飾りは違うからね、この場所ね。うん、あ、かわいい。こっち来て。お、超いいじゃん、超いいじゃん、この部屋。窓今の部屋より、ちょっと狭いか。そうだね、自分でいい。どうしよう、自分のトイレ。おお、優しいね、妹。ん？どうしたの？どうしたの？文句言われた。今ママ聞いてたけど、そんな文句言ってなかったと思うよ。そうも、この部屋ことこの部屋って言った時にダメって言っただけでしょ。ん？でしょ？泣くことじゃないよ。どれ、そうまの部屋にするの？これ？どれを見せて。ここにする？これこそ2つ。うん、だからいいよ、今そうま決めて。ここそうまの部屋？オッケー。じゃあここそうまの決定ね。はい、ちゃんと全部閉めてよ。言ったでしょ、こと掃除やったら嫌だでしょ。はい、閉めて。買った危ない方じゃん、本当に。うん、いいよ。もうやめて、喧嘩。今日ずっと一回も喧嘩しないで今まで来てるんだから。悲しいでしょ、ずっと喧嘩しないで仲良く来てたのに喧嘩したら悲しいでしょ。もう喧嘩したくないね。うん、はい、じゃあ仲直りしよう。おいで、子供。はい、帰り。もう喧嘩しない。あんなに楽しかったのにね。喧嘩したら嫌な気持ちになる。喧嘩しなかったらずっと楽しい。はい、もう今日やめてね、喧嘩ね。 OK、 ほとちゃん。うん、はい。買いまーす。っていうか買えません。キラキラ USA、 ついに家を買わない。見に来ただけ。続いてはこちらのコーナーです。コト&コナの一言英語コーナー。何やってんの？はい、今日は隣にの言い方をご紹介したいと思います。何々の隣に住んでるとか、何々の隣に座るとか、そういうやつですね。どうもよ、コトの極度英語コーナー。はい、私の家は公園の隣にありますっていうのはこう言います。 My house is next to the park。 はい、もう一回。 My house is next to the park。 はい、next to が隣にっていう
表現方法になります。だから、クラスで、仲良しの隣に座るっていうのはこう言います。 I'm sitting next to my best friend in class。 はい、隣には next to です。 next to 覚えてね。皆さんのおかげでインスタのフォロワーがギュッと伸びました。ありがとうございます。皆さん見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録、グッドボタン、ベルも押してね。バイバイ。ご紹介しない、ご紹介しないと食べちゃうぞ。チャンネル登録しないと食べちゃうぞ。バイバイ。